ボンシュールは若かりし頃、日産スカイラインとアルトワークスに乗っていました。そのアルトワークスがついにガチャガチャになったんです。はい。ということでね、こちらアルトワークスのガチャガチャですが、こういったシリーズ昔も買ったんですが、めっちゃね、細かくて作るのが難しかったんです。今回ね、どのような風になってるかわかりませんが、ちょっと見ていきましょう。で、こちらを作るにあたって、細かいパーツがあるんで、やっぱりね、ニッパーが必要になってくるでしょう。はい。そうなんです。こちら、アルトワークスね。こちらでございます。そして、ボンシュールは黒を乗っていたんで、こちら黒が欲しかったんですが、なんとか当たりました。おっと、これパーツ見てみると、結構少ないわ。なんか、簡単やろね、これはね。ただね、これがね、結構ね、細かかったりもするんですが、ちょっと作っていきましょう。最速で作れんじゃないかな。あ、このフォルム、いいなぁ、懐かしいわ。めっちゃ速かったんよ、この車。そう。これが異様に細かい。むずい。これが入りそうで入らないというね。ここに入れていくんか、これ。ちょっと待てよ。どっちが1、2やねん。どこにつけんの、これ。予備かな？予備パーツがある？全然見えへんわ。とりあえずこれが2らしいわ。ここ2を、これこうはめるんやな。お！はまった！はまった！案外はまった！で、もう一個も、こちらにつけると。お！はまった！4のパーツ。4のパーツを、いや、はまってんのかどうかわからん、これ。はまったん？なんかはまったけど、合ってる？ちょっとわからへんわ。見えん、全然見えん。これもうなんか向きとか角度とか全然わからんもん、これ。ただまあ、落ちてこないからはまったってことにしとこうか。これもう適当よ、これな。ちょっと。なんか、運任せにはめてる感じやわ。ここだけなんかめっちゃクソ難しく作ってるやんけ。運や運。はい。いや、まあ落ちないからいいんでしょ、これで。で、これを、こうドッキングするだけというかね、わ。こういうことですね。あ、できました！今回はめっちゃ早いことできましたよ。これ、もう4分ぐらいでできましたね。素晴らしいです。さあ皆さん、どうですかこちら。はい。ということでね、こちらのアルトワークスですが、そんな時間をかけることなく作ることができました。で、ボンシュールがこちらアルトワークス乗っていたんですが、またね、乗りたいと思っているすごい名車でございます。アルトワークスに今乗っている、もしくは昔乗っていたという人には、こちらぜひとも購入してほしいガチャガチャとなっていますが、一つだけ言えることは、本日の動画、面白いところは一個もございません！いや、ボツやろ、ボツ。なんも面白くない。あかんのちゃう、これ。ボツ？ねえ。で、まあ、うん。そっか、とりあえずね。